決めてみせる。遠目の方が逆に安全なのか。いやー、家族に追い込まれたけどなんとかなったな。でこれで、次のボスか。この最奥ですね。いやー、この最奥にはどんなボスがいるんでしょうか。ボスじゃないのかな。すごい、ミミックか。モンスター、しまった、罠だった。でも最後の攻撃か。よし、これでイベントが進みますよ。またモンスターが？よかった。出ない。ん？何も出なかった本当に。やっとオズワルドさんがいた。なんだ？なんであんたがここにいるんだよ。まあ驚くのもそんなもんなんかな。はい。オズワルドさんを探しに行ったんですよ。確かに一度きりだがレディアを連れて行ったことがあったぜ。場所は覚えてますか。もちろん覚えてるから聞いても無駄だろうな。どうしてですか。それは普通の人間には行きやしない場所だからよ。なんたってカンドアジュの根性があるのは空の 上だからな。複雑な魔法を組み込んだ編み込んだ雲の上に要塞みたいな城を建ててあるんだよ。大丈夫です。それならだ。ああなるほど。ファームドラゴンに乗せてもらえば空の上も行きますから。いやいや、ドラゴンザなんぞに乗っていたら目立ちすぎてあっという間に撃ち落とされてしまうわな。あそこは奴の喉元みたいなもんだからな。下手に近づくと激凛に触れちまうぞ。じゃあどうすれば。わしの時はガンドアージュが作った特別なゲートを使ったの。ならそのゲートを使えば。難しいな。残念ながらそのやつは抜かりない。ゲートは一度使うと消える。もう一度使うには新しくゲートを作るしかないが、作れるのはガンドアージュだけだ。その上に雲の周りには魔法を検知する結界が張られて上がる。誰かが魔法でゲートを開こうもんならすぐにでもサーチされて返り討ちに会うだろうぜ。たどり着く方法はないということですか。さてな、なんとかしてやりたいが、わしにはさっぱりわからん。わからないのか。すまねえな、恩人の力になってやれなくて。一応場所だけは教えておく。やつの根性があるのはあるクマ、リグバース東の砂漠だ。おお、砂漠にあるの。じっくり観察すればいつまで経っても形を変えない白い雲の塊を見つけられるだろうぜ。ありがとうございます。まあじゃあそれだけか。じゃあ一回リグバース町の方に戻っていきましょうかね。いやー暗くなってるね外も。お、話しかければちょっとイベントが進むみたいですね。
しょ。報告しましょうか。どうだった運転？どうだ？巨大魔法陣の場所は分かったか？はい。オズワルドさんに会えて場所は聞けたんですが。信じられない。私はそんなところに連れて行かれたの。はい。そうらしいです。しかし場所が分かっても近づくすることできないとはな。何か方法がないか探してみます。頼んだぞ。町の様子はどうだ？わかるのかな？じゃあなんか、ちょっと大樹の方でイベントがあるみたいですから、そちらちょっと見ていきましょうか。誰が関係するのかな？今回のイベントは。ルーカス、また手品ですか。なんとジュリアンさんの宝物。ひなさんに似た形の石でございます。余計なこと言わないでよルーカスさん。そりゃ余計なことですね。違うからなひな。違う。まあ気にしてないみたいですね。こんなにゴツゴツしてないもんね。だよね。うん。石がどうなるのですか？はい。パチッと指を弾くと？あら不思議。大きな石というか岩だな、これ。あっという間に。ベアトリスさんの手の中に。あらあらあら、なんということでしょう。初々しいですね。どうやったか全然わかんなかった。本当に鮮やかな手品でね、どうやってるんだろう。人を飛ばせるの？次はヒナを飛ばして。はい。よろしいで、本当にするの？人も瞬間移動させられるんですか？はい。もちろんって、僕でも飛ばせますか？おそらくは。ヒナちゃん。先に僕を飛ばしてもらっていいかな？まあ、後からでもいいのかな？これでじゃあ天空城に行けるわけですか。行きますよ。ワン、ツー、スリー。お、消えた。いやー、ここでルーカスさんが出てくるなんて思わなかったですね。ついたかな。え、ここ町の外。すごい。本当に手品じゃなかったんだ。この力ならもしかして。ランダムだったりするんじゃないですかね、もしかすると。神の奇跡は、まあすごいですね。すごいですね。あ、一緒のこと言ってしまった。もっと遠く、例えば雲の上に瞬間移動させることはできますか？それは。そうですね。力の使い方を思い出せれば、あるいは、どうすれば思い出せますか？わかりません。強い刺激など良さそうですね。俺がぶっ飛ばしてやろうか。それでは試してみましょう。思いっきりやってください。本当にの
言った本人がびっくりしてる。どうぞ。じゃあ、どうですか。はい。昨夜の食事は至高のカレーでした。昨日の夕食を思い出してもらっても意味ないです。残念ながらジリアンさんの一撃ではこれが限界ですね。しかし、もっと強い刺激が必要なようです。例えばそう、雷に打たれるような。ほう。ひな、雷嫌い。尻尾がキャバキャバするもん。イカズチは古来より神様と縁の深いものと言われておりますね。うん、そうですね。ルーカスさんが神様であるならば雷に打たれるのは良いアイデアかもしれません。でもそう都合よくルーカさんに落ちてくれませんよね。ノーラットには常に雷雲が渦巻く砂漠があると言います。おう、そこに行けば思う存分雷を浴びられるのではないでしょうか。へえ、それだ。ルーカさん、一緒に行ってもらえませんか。うん、興味深いですね。行きましょうか。あなたにはお世話になってますし、共に参りましょう。ありがとうございます。それでは。準備が整ったところで声をかけてください。上の方ですか。じゃあルークスさんを誘っていくってわけですね。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。